会社は明るく社長は男、キヤマ総合デコカウ、機械は最新、社屋は斬新、キヤマ総合デコカウ、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キヤマ総合デコカウ、さあ一緒に働こう。よし、キヤマスのあなたの未来。ある時は鉄工所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ。そんな吉井清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来。始まり。まあ、清松総合鉄工。大分県で一番有名な社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんばんは、アシスタントの増本久美子です。はい、こんばんは。はい、この番組では、冒頭にですね、ヨッシーといつどこで会えるかというのをお伝えしているんですが、うん、はい、もうね、12月になりましたので、うん、まあ、年末はお忙しく、会えるのは今度来年ですね。そうですね。1月の5日、新春の月初の朝礼ということで、ね、年初の朝礼を1月5日にやりますんで、ね、ぜひとも、まあ、お手すきの方いらしていただければと思います。はい、会社としての、お仕事始めっていうのはいつなんですか？1月5日にやりますんで。ああ、そうですか。それで1月5日月初の、年初の朝礼になります。はい、また、ね、別府の臨時法人会からナイトセミナー今頼まれてるんで、まあ、ちょっと日付と場所とか決まり次第またお知らせすることになると思いますので、ぜひともそれもいらしてください。はい、まあ、本当にね、早いものでもうね、12月になってしまいまして、うん、もう街中はね、クリスマスとかちょっとお正月モードもあって、そうですよね、少しこう元に戻ってきたかなっていう感じがね。忘年会もね、少しずつ帰ってきて、うん、僕らもね、はい、呼ばれることもたくさん、はい、出てきたんですけども、でももうどうせ行っちゃうなら楽しもうって思うんだけどね。はい、いろいろこう気遣いながら気にしながら、なんか楽しんだらいけないんじゃないかって思ってしまうんじゃなくて、もう行った限りは楽しもうよって、いうふうに僕は思ってるんですけどもね、なかなかそうもならない雰囲気もあって、一時会で帰られる人がたくさんいてですね、はい、そうですよね。もう本当に忘年会シーズンなんだけど、ちょうどですね、こっち私思うところがあって、うんうん、友達同士でね、はい、今年1年を表す漢字っていうのが、けど僕としてはね、今年1年考えるとこう希望の木なんですよ、うん、希望の木って実はそれだけで望みって呼んでみたりするじゃないですか、名前の中では、はい、でもあれってまれっていうことでめったにないないないっていう意味なんですよね。乃木まれすけさんね、そうそう、乃木まれすけのまれなんですよね、うん、はい、うん、そういった意味じゃなんか怒らないってみんなが想定したことが次から次に起こったのが今年だったかなと思ってて、うんうん、でしかもこう、みんなこう希望の木みたいに、こう、間違って見てしまってる、感じみたいな、そういう気持ちがちょっとあって、希望の木かなと思って、ほとんど、そんなこと起きるわけないよって思ったことが、なんかどんどん起きたじゃないですか。もう、気象の問題にしても、なんかね、もう大雨が起きたり、いろんな台風が起きたり、なんかいろんなことが起きて、気象問題も出てきたし、まあ、何よりも、ウイルスの攻撃ですよね。うんうんうん、そんなこともあって、怒んないだろうなって思ったことが起きた。で、そんな意味で僕希望の木、まれっていう字を、さすがよし、ポジティブな言葉がいきますね。私はね、顔、なるほど、やっぱり顔をね、こうマスクで覆うことがね、多いから、早くみんなの全部の顔を見たいなっていうのと、まあ総理も新しい顔にね、なりましたから、それかなと思いますけど、さあ果たしてね、そうですね、何の一文字か、まず顔っていう意味じゃ、もう来年はマスク外してさ、はい、ね、笑顔が見れるといいなと思いますよね。はい、はい、まあそのために私もほうれい線の今マッサージをしているところです。続いて後半は、ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きして、スペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。さて、今日のお客様は歌手で音楽家で
そして仏像オタクニストでいらっしゃいますサリアさんです。よろしくお願いします。サリアです。初めて、はい、声にした肩書きです。多分今のところ世界で私一人だけかなと千倍特許になってます ねようこそお越しくださいました、はい、よろしくお願いします。どうしてヨッシーとお知り合いなんですか。そこからですよ。もともとね、未来学園の松川さんっていう人がいて、はい、その人がサリアさんが多分未来学園に、そうなんです、講演会、はい、フリースクールとサポート校のボランティア活動をさせていただいておりまして、うん、ちょっと縁がありまして講演会を私がさせていただく流れで、うん、ちょっとこういう面白い素敵な社長さんがいるぞっていうのをこうお聞きして、ちょっとぜひお会いしたいなということで朝礼会に参加させていただいたところが始まりですね。面白い人と個性的な人はですね、どこかですね、はい、ピタッと合うようになってる、もうね、磁石のように引き寄っちゃうっていう、ね、光栄です。そうですよ。だから11月のね、月初の朝礼に来ていただいて、はい、そうなんです。でサリアさんがじゃあもうどうせ来るならお題ちょうだいって言って、そうなんです、お題を出してもらって、うん、すごいざっくりした、自分らしさについてっていう、うん、ちょっとざっくりしたなんかフリな雑な振りをしてしまったんですけど、素晴らしいお答えをいただいて非常に勉強になり、メモりました、心のメモに。まずの歌手音楽家の方からね、伺っていきたいんですけど、はい、まずこのビジュアルがね、やっぱりね、あ、そうだろうなっていう。本当ですか、だってもうね、嬉しい。今ね、ちょっとショートになさっててね、はい、カラーをですね、ちょっと髪の毛ピンク。サイドの部分ピンクになさってるんですけど、はい、歌手としてのデビューが、はい、2012年。そうですね、うん、私、大分の別府出身なんですけど、短大入学を機に上京しまして、はい、で、そこからもずっと東京で暮らしていたんですが、短大卒業してしばらくディナーショーで歌ってる時期があって、りまして、うんうん、座布団運びする山田隆夫さんのディナーショーで歌わせていただいたりとか、結構地道な下積みを経てですね、うん、で、テレビ番組のエンディングに決めていただいて、うん、で、その後スターダストピクチャーズさん制作の映画の主題歌に決めていただいたところから、はい、全国のショッピングモールでライブして回って、はいはい、全国のメディアさん、こう、地道に土佐回り的なことをしながら活動してきて、はいはいはい、で、歌って作って踊るというスタイルで長年活動してきました。すごいでしょ？いやいや。ね、優先でナンバーワンになったんです。あ、そうですね、2016年にリリースしたイデアという曲で、はい、大分の皆さんにも応援していただいて、はい、予選1位4週連続トップ10入りをさせていただきましたね、はいはい、すごいですよね。だからもうちょうど来年で10周年に、あ、そう、もう全然忘れてましたね。もう日々があっという間すぎて忘れてましたけど、はい、そういえばもう本当にそうですね。そのね、サリさんどうしてこう大分に帰ってこようと思ったんですか。あ、そうなんです、まあ、ずっといろんな活動をね、それからさせていただいて、ね、まあ、予選1位取らせていただいた翌年から仏とオタクニストの活動も始め、はい、まあ、ライターというお仕事もさせていただいて、まあ、パソコン一つで結構仕事できるような時代の流れになってきてる中で、やっぱりコロナっていうのものがあって、で、本当にもう昨年はもうオンラインでライブしたりとか、もう東京にいる必要性が本当に女性なくなったんですよね。だったらもうやっぱりふるさと大分のために自分がいろいろ全国各地で培ってきたものを大分のために還元できるような活動をしていきたいなっていうことで、今年の4月からもう本格的に大分の方に拠点を移して、で、まあお仕事ある時だけ上京するみたいな形に切り替えました。すごいですね。いや、やっぱり大分って、それぐらい魅力のある街ですか？いや、本当にやっぱり改めて帰ってきてから思うんですけど、うん、東京ってまあよく言えば刺激的なんですけど、余計なエネルギーをやっぱり使ってすごい疲弊しちゃってるところが逆にあるなって思っていて、うん、もう逆に大分に帰ってきてから、なんか、あ、こんなにこう世界って美しかったのかみたいな、もう普通に生きてるだけで、もう海と山とこの自然な空気と、うんうん、あとやっぱりその、やっぱり大分に住んでる皆さんのその優しさ、普通にコンビニ行ってるだけで癒されて帰ってくるって、なかなかやっぱり東京ではできない経験だったので、はい、やっぱりふるさとの持つ力ってすごいなと思いながら、逆にバリバリこっち帰ってきた方が仕事できてるみたいな感じですね。だまあ、イメージだけの問題ですけどね、なんかこう、うん、都会、東京にいると、はい、誰かこう、殴り返さないやつを見つけて、タコ殴りにしてっていう、なんかそういう世界が、感じちゃうんじゃないですか。なんか戦ってる感をすごい自分でこう演出しながら日々を普通に歩くだけでもなんか生きなきゃいけないって多分すごい思ってたんだろうなって、逆にこっちに帰ってきて肩肘こう張らずにできてるようになって初めて気づきましたね。まっちゃらを見たからあえてね、こうそう思える部分って、私なんか当たり前と思って生きてるからね。まあこの環境は当たり前だったりするんだね。でもそのもう一つのね、はい、その仏像オタクニスト、はい、これは、その、
いつぐらいからご興味をお持ちになったの？まあ、先ほどもちらっと、ね、清松社長さんも言っていただいたんですけど、2016年に、優先位置を獲得して、もうこれからだよねってなったタイミングの翌年に、私がちょっとエステの足の事故に遭いまして、エステの施術の翌日からも足に力が一切入らない、立てないっていう風になりまして、もう日常生活の全てがもう一気にできなくなっちゃったんですね。で、まあ、歌って踊るってスタイルでもやってましたし、もうこれ人生終わったなって本当に思ったんですけど、やっぱりそのもう心一つだけで幸せにじゃあ生きていく方法っていうものをやっぱ模索していかなきゃいけないってすごくなって、でもうその時からまあもともと仏像はすごい趣味で回ってたんですけど、まあ、仏像の姿にこうなんかすごくこう心惹かれて憧れていて、なんかどうしたらそんな穏やかな、なんかいでたちで存在できるんだろうと思って、そこがヒントになるなと思って、こう会いに行ったんです、足を引きずって。そしたらなんかこのピンチをチャンスに変えるためには、どうしたらいいんだろうって、あ、自分の心を変える、自分の視点を変えるのが一番いいんだなっていうことで、これをじゃあ一般側の視点で、まあ宗教とかそういうところは置いといて、一般側の視点で哲学として、よりよく生きるためのヒントとしての発信をする人が一人いてもいいんじゃないかっていうことが、まあ思い立って、まあ仏像オタクニスト、オタクの中のスペシャリストっていう言葉を自分で考えて、まあ、本を書いたり、まあ、講演会をしたり、お坊さんと対談をしたりっていう活動をそこから始めていきました。うん、宗教によらず仏像だったらいいわけですか？そうですね、まあ、仏像とか、まあ、仏の教え、まあ、結構ビジネス書とかでも最近ブッダの言葉とかね、取り入れられるようになったので、方向性的にはそこら辺をちょっと目指しつつ、まあ、コラムを書いたり、いろいろ本を書いたりとか、結構カジュアルな感じでやっていきたいなっていう。まあ、大分にも仏の里はね、ありますからね。そうですね、国崎半島はぜひぜひ。はい。ね、五百羅漢とかね。そうですね、ありますね。知ってるのを言いましたね。そうなんですか。薄木石仏さんなんかも2冊目に書いた本でちょっと登場させたりとかしてますね。そうですよ。本2冊も書かれてるんですよね。そうなんです。はい。仏像オタクニストの肩書きで書かせていただいて。この2つの、まあ、あえて買おうとするならば、はい、これが何かこう、相通じてるものってありますか？ああ、まあ、例えば、その音楽でも、聴く人のその人生経験とか触れてきたものによって、その、これは愛の歌だとか、これはちょっとこう、情念の歌だとかって、こう、聴き方が変わるように、その仏像さんも、その時の心のそのモチベーションだったり、環境によって、同じ仏像さんでも、全然違う人によって見え方って変わるっていうところの、そこの感受性の部分は、まあ、共通してるかなと思うんですけど、私は音楽と仏像オタクニストっていうのは、もう全然別の柱で、そこはもう全然手を取り合ってない。それぞれがもう、別個で成立してるものとして発信していきたいなっていうのは、一応発信する側のモチベーションとしてはそこにありますね。サリアさんの中でも完全に、今は歌手、はい、今は仏像。あ、そうですね。だから、アシュラのように3面ぐらいあるみたいな感じですね。3つの顔が。みたいな、はい、ね。そうで、もう1個の顔っていうのが、今言われた、うん、日刊現在のライターさんで。ライターもやらせていただいたり。だいたい毎日書かれてるんですか？はい、いや、もうたま、なんかね、書けるタイミングでやらせていただいたり、あとはハスの葉っていう、お坊さんが悩みを無料で相談乗ってくれるサイトがあるんですけど、そちらでコラムも書かせていただいたりだとか、まあ、大分の媒体でもちょっと最近書かせていただけるようになってきたので、はい、いろいろ書かせていただいてる感じですね。で、皆さん一番よく知ってるのは多分例のアルプ。あ、コマーシャルソングね。はい、うん。そうなんですよ。こちらに4月に拠点を移して、割とすぐにお話をいただきまして、で、今回リニューアルオープンするということで、まあ、本当にいろんな音楽のお仕事だったり、あと、まあ、確保のお仕事だったりっていう、本当に今までこう、いろんな顔を作ってきたことが大分の皆さんにも、こう、より良い形で、還元できるように、こう、なってきたんじゃないかなっていう、タイミングですね。もうとにかくいろんなことなさってるんですよね。そうですよね。まあそんなね、はい、サリアさんなんですけど、まださらに挑戦したい分野があるということで、これから。そうなんです。はい。2015年からですね、私まあ一冊目の本ちょっと自助伝ベース的にも書かせていただいて、その中でも触れているんですが、私もともと不登校と、ちょっと外に出れない引きこもりの時期がございまして、で、2015年から全国のフリースクールとかサポート校さんでボランティア活動、まあライブだったり、その講話をさせていただいたりっていう活動をさせていただいていて、で、まあ、大分が本当に最近学校に行けない子がやっぱり、まあ、年々増えていて、今本当にちょうど最多になってるっていうタイミングでもあるっていうのは、まあ、知っているので、まあ、その未来の子どもたちのためにやっぱり何かできることがないかなっていうことで、まあ、フリースクールのとかサポート校の子どもの支援っていうのにやっぱりちょっと力を入れていきたいなって思っているタイミングですね。
はい、自らが仏様になる。いやそんなおこがましい。いや本当大変ですよね。いろんな面を持ってて、それを全部こう独立させてるから、もっと大変ですよね。いや、でもなんかいろんなところに行き来できるっていうのが、なんかオンオフの切り替えにもなってて、まあ、楽しいですよね、やっぱ日々ね。そうですね。これだけ例えば歌詞だけっていうと、はい、これ点なんですよね。それで、仏像オタクっていうこれが線になるんですね。はい、でもう一つ講演家とか、ね、ライターとかね、ところになるとこう面になるんですよね。あ、なるほど。だから面でこう全ての活動を受け入れたらすごくなんかいろんなところから どこから打たれても強いみたいな感じですかね。そう点よりも線、線よりも面っていう、なるほどなるほど、そういうふうに考えていくと、もうサリアさんやってることすごくわかるなっていう気がするんですよね。嬉しい。今ね、点から線から面と、ね、おっしゃったでしょ。あのね、サリアさんご自身がね、一個言葉をポーンと投げかけたらね、そこからスッと線引いてパッと面作ってる感じのお答えをいただくんですよ。なんかすごい綺麗な流れがすごいなんかオチまで綺麗に回収していただく、そんな感じが、ね、嬉しいですよね。だからすごいお話が広がって中身があってね、またそれをこの若い世代で発信してくれるっていうのがね、もう私みたいな年代がね、子供たちに言っても時代が違うとかね、いやあれだけど、やっぱこの世代だからね、どんどん発してくれるっていう、いやもう私ももうギリギリ若いって言ってもらえるのかなと思いながら、ね、そろそろ老いを感じてきたぐらいなんいやまだ若いですよね、僕らに比べればね、はい、そうですね、この番組ね、最後、はい、あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになっております、はい、サリアさんにとって未来とは。そうですね、あの足の事故の時に出会ってすごく感銘を受けた言葉なんですけど、たることを知るという言葉が、まあ、仏の教えの中にあるんですけど、一日一日の中で自分が何をその日得ているのか、自分には今何が手の中にあるのかっていうのを確認しながら生きた結果、未来ができていくっていうのが、その当時の私の救いの言葉になりましたので、私にとっての未来はやっぱり日々の積み重ねかなと思います。お悟りの境界、そうですよね、あの菩薩みたいな、ね、欲望ってなんか自分が足りてるところを見れば、そうです、ね、一杯のコップの水があるとすると、半分入ってるとすると半分もあるって思ったら楽なんでしょうけども、半分しかないって思うとすごくなんか辛くなるんですよね、人生ね。同じもの見てるってね、視点が違うだけでね、もう幸か不幸か決まっちゃいますもんね。そうです、だからやっぱり自分は幸福であるんだ、足りてるんだって思って自分の人生見ていくと、多分幸せな人生になるんかなっていうふうに思うし、今サリアさん言ってることって まさにそのことだなと思ってね、感動しました。なんかね、時間の使い方と楽しみ方をものすごく分かってらっしゃる方だなって、そんな風に思いました。今日はいい夢が見れそうです。ありがとうございますさあ、そんな秀さんのね、歌か曲をですね、もう最後にお届けして終わりたいと思うんですが、曲振りはご自身からお願いしたいと思います。はい、そうですね、もういろんな活動させていただいてるんですけど、はい、一応本業は音楽ということで最後音楽をお聴きいただけたらなと思います。今のところ最新リリースの楽曲になっております。作詞作曲編曲全部させていただきました。それではお聴きください。サリアで美しい化け物。はない。
しまるで最初からないと出口さえ見当たらない輪廻の渦もはや正気の沙汰じゃないね失ってばかりそれでも凍りずに欲しがれる君がいい誰か傷つけたこと忘れ求め合うのなんて愚かな命だって神様しか世のため、人のため、そして己のためにを社是として承認だけで成り立つ会社を目指します。競争鉄鋼株式会社、ここには夢がある。はい、サリアさん帰っていきましたね。サリアさん仏像オタクって、ね、オタクニスト、新しい分野ですとか言ってね、ね、言ってましたけどね。とっても魅力的、個性的な方でね。そうですよね。僕ね、その仏像の話を聞きながら、はい、思い出したことがあって、話し合いしてる間思い出してることがあって、これ双葉山の話なんですけども、双葉山負けたじゃないですか、最後69連勝、70連勝目に負けたんですよね、その時に言った言葉が、木形、未だ木形足らずみたいなことを言ってる、木形、木の鶏、はいはいはい、もね、そういう言葉を残したんですよね、これ、何から来たかっていうと、宗師っていう人がいて、その人が木形視野に泣くっていう言葉を残してるんですよね。孔子孟子宗師のあの宗師ですね。宗師が、木形視野に泣くってどういうことかっていうと、人の道のことで徳が充実していたら戦うとか、勝つとか負けるとかそんなこと一切関係なくて、無意自然の心の状態で、無我無心の状態であれば相手の敵対する心をなくして戦わずに勝つことができるようになるっていうのが、木形だから、木でできた、鶏なんですよ。木でできた鶏って、もう佇んでるだけじゃないですか、それでもそれを見てて畏敬の念を覚えたり、なんか視野に泣くっていう、視野っていわゆる0時ですね、午前0時にその鳥が鳴いてるように感じるっていうのは、それぐらいこう、もう本当に、人ってそこまで、卓越してしまうと、もう、こいつに勝とうとかいう気持ちにもみんなならなくて、っていう、そういう状態になってし、なりますよっていうのが、木形視野に泣くっていう言葉らしいんですよね、宗師の。そのことを知ってて、双葉山が負けた時に、私は未だに、木形になれなかったっていう言葉を残してるんですよね。すごいですね。やっぱりその、一流の方っていうか、それだけのものを残された方って、こう、行き着くとこっていうか、求めてる、探求してるところが、全然違う次元なので。そうそうそう、だから、もう、この人に勝とうとか負けようとか、そんなこと全然この人、双葉山を考えずに、もう、いわゆるその敵たちが、もう双葉山が相手だったら、勝つはずないよねって、最初から思わせてしまうっていうのが、木形なんですよね。で、まあ最終的に秋の海に70勝目に、秋の海にやめた、敗れてしまったんですけども、その時に、私は木形ではなかったって、
いうふうにこの、双葉山は言ってたっていう。まあその話をね、宇佐の方から聞くっていうのもまたなんかちょっとしみじみとね、そうですよね、聞きますけれども、うん、でもねそういう方が大分のご出身であるっていうのも、うん、なんか嬉しいし教えられるものもあるしね。そうですよね、はい、だからサリアさんもね、はい、そういった意味じゃあの仏像を見ながらこうもうこの人にきあの仏像って何の力があるとかないとか分かんないですよ、うん、僕ら、まあ、信徒じゃないから本当に分かんないんですけども、うん、でもその仏像を見てるだけで、この人にお願いすれば私の願いが叶うかも、私は人生豊かになるかもって思わせるのが仏像じゃないですか、うん、そういった意味では、まあ、仏像オタクニストって言われてるサリアさんも同じような感じでその仏像を見ながらこう心が現れていくとか、仏像が何するわけじゃないと思うんですよ、うん、でも見てるだけで現れていくっていうのは、うん、いわゆる木形と同じように、うん、木の、鶏と同じようにこう人の気持ちを洗う、もう仏像ではなくてこっち側の問題、うんうんうん、っていうのがなんかそれをその話を聞きながらね、すごく思ったことなんですよね。そうなんですよね。やっぱり そこに、まあ、仏像があっても分からない人には分からない、うん、それをこう感じ取る力とかね、そういうものっていうのがやっぱりあのサリアさんって人の何倍もあるんだなっていうのがね。そういうことです、そうです、うん、僕それを言いたいんですよ、はい、とにかくあの仏像を見てて なんだこの仏像って、いうふうに思う人もいるけども、その同じ仏像を見てわす素敵だな このこういうふうに、うん、こんな仏像に帰依したいなとか思わせてくれるって、うん、それは受け取る側の、うん、意識の高さの問題っていうふうに僕は思いますね、うん、まあ、そのありがたさとか感じ取ることって、まあ、その方がある意味困難な時の方がそれを感じる力が強くなると思うんですよね、うん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 、だからあの幸せっていうのはその辺からのこうなんて触れ幅で感じ取るものなのかななんていうふうに ねキリスト教の言葉の中にもありますよね、はい、不幸なことは幸せですみたいな、なんかちょっと言葉忘れましたけど、はい、まあ、そういう言葉もあるように、はい、今日はね、はい、木形と仏像の話ということで結構なお話でございますはい、ということで時間になりました。吉井清松のあなたの未来、お別れの時間です。お相手は吉井清松、松本久美子でした。せーの、いいね。